私ちょっと前に美馬さんの作品で、うん、すぐ死んじゃう敵の役をやったんです。はい、高山みなみちゃんと、はい、役名もない手たれ ABC、うん、そんなことそんなのやるんですか、美馬さんからのご依頼で、はい、でその時になぜ私たち3人だったかっていうと、うん、主人公の子たちがあっさりやっつけちゃったらそのミッションが軽くなっちゃうから、うんうん、出てきた3人が重たければ重たいほど本気なんだな、うんうん、本気で戦わなきゃいけないんだなっていうところにありがたくも据え置いていただいたんですが、うん、言うても主人公のことそんなに年派もいかない若い役をやるっていう時に、うんうんうん、まあ美馬さんから出た役が出たダメ出しが、うん、なんだろ、強すぎるっていうのと、だって本気で落とそうとしてるし、本気で落とそうとしてるけど、うんうん、本気で落としちゃダメと。まあ、なるほどね。兵士 ABC なんだから、死んでっていう。あなたどんだけ殺しても死なない感じがするって言われたのと、あともうちょっと若くやってって言われた時に、それは自分が年を取ったから、ひどいわ、年寄り扱いしてじゃなくて、うんうん、若いってやっぱり経験がないから必死なんですよね。うん、うんうん。このミサイル、発射の一言も、うん、当たるかどうかもわからないけど、うんうん、とにかく、当たれ、うん、当たれっていう気持ちで、私やっぱり当たるよなって思って、当てるぜお前、うん、落とすぜって言って発射言っちゃうもんだから、うんうん、その未経験さが足りないんだなってことに気がついて、うん、私経験しちゃってるからそこ削るの超難しいんだけどって思いながら挑んだんですけど、それがちょっと上手くなってるっていうのに、そうなんです。ね